はい、タクシーの料金制度の見直しっていうのが検討されてるみたいですね。案としてはね、初乗り880メートルで370円なんていうのも、まあ言ってるみたいなんですけど、実現するといいですよね。だって、今東京だと初乗り2キロで730円ですから、高いですよね。言ってみれば、祇園で遊ぶようなもんですよ。え？どういうことかって？芸者呼んだらもっと高いってね。ねずっちです。今日は恋バヒットパレードに行ってきます。